数々の小説が映像化されてきた池井戸潤の初の映画化作品が今生まれる。その脱輪事故に隠された巨大企業の闇、当社では整備不良ではないと考えています。リコール隠し、それ以外の何者でもないだろう。内部告発っていうのはどんな。豪華キャストによる世紀の大逆転劇が始まる。俺が戦わなくて誰が戦う。空飛ぶタイヤ。